はい、こんにちは、サラリーマッチョ西です。今日はトレーニング動画を撮っていきたいと思います。最近ね、コロナウイルスの影響でジムトレから宅トレに切り替えた方が結構多いんじゃないかなって思うんですけども、私自身も宅トレの方に結構シフトしていって、オンラインでパーソナルコーチングをさせてもらってるんですけども、クライアントの方々からも宅トレどういう風にやったらいいかという質問結構多くいただきます。ですので今回は胸トレでポイントは2つ、ダンベルだけを使う、どこのご家庭でも準備しやすいダンベルだけを使うっていうところと、ジムのトレーニングでのクオリティと近づけていく、ただの健康目的の運動だけじゃなくて実際に筋肉大きくなるような他の大きいトレーニングっていうのを、重量はジムにはかなわないんですけども、結構ね、壁紙だったりとか床だったりとか気をつけなきゃいけないんで、 100% の重量を持つのは厳しいんですが、それ以外のファクターがいっぱいあって、負荷を高めるためにレップ数を増やしたり、インターバルを短くしたり、あとは TUT といって筋肉の緊張時間、こう運動中の、筋肉が緊張している時間を増やしたりとか、そういった負荷の高め方があるので、そういったことを駆使して、できる限りジムのクオリティに近づけていって筋肉を成長させるというのを目標にやっていきたいと思います。今回胸トレ、これから実践編でやっていきたいと思いますので、最後までお付き合いよろしくお願いします。それではやっていきましょう。はい、それでは胸トレ実践編やっていきたいと思います。今回は、ダンベルフライとプッシュアップのスーパーセットをやっていきたいと思います。で、このスーパーセットというのは2種目を、休憩を入れずに連続してやっていく方法で、これのメリットというのは、まずダンベルフライで胸をアイソレートに追い込んでいって、で限界まで来たところで今度はプッシュアップでさらに胸を追い込んでいく。でこれによって TUT 筋肉の緊張時間が、2種目連続になるのでかなり長くなってきます。でこれが重量を扱えない分、この筋肉の緊張時間を伸ばすことで負荷を高めていく、今回はそういった狙いでこの種目をやっていきます。で今回は、ベンチがないので、私はこの収納ボックスを背に使ってこういう形でダンベルを持ってやる。で、あるいはこのベンチもない方はこれなしでも大丈夫です。床で、ちょっとストレッチが弱くなっちゃうんですけど、寝転がった状態で上げるっていう方法もありなんですけど、できればストレッチをこう引っ張るストレッチを感じたいので、できれば背中のところにこういうボックスだったりとか、椅子だったりとか、ちょっと重量を重りを、そんなに重くなくても扱うので危なくないものをご用意いただければと思います。ベンチがベストですね。早速なんですけど実践していきたいと思います。これを終わった後はプッシュアップやっていきます。で、このボックスに足を上げてしまうことで負荷が高まります。プッシュアップ、これを1セットとして大体2セットから3セットぐらいやれば胸は十分パンプするかなと思います。私も宅トレを始めて、初めてこれやった時は3日間ぐらい筋肉痛が抜けなかったので、結構負荷としては高重量は使ってないんですけども、結構高負荷なトレーニングかなと思います。プッシュアップに関しては足を乗せてやってますが、足乗せなくても全然大丈夫ですし、プッシュアップが辛い方は膝をついてプッシュアップをするっていうのも全然 OK なので、やれるところからやっていきましょう。で今回プッシュアップに関しては、ダンベルをこうやって握ってやってたんですけど、これ手首を立てたい、こうやって寝かすんじゃなくて立てた方が、手首の負荷も少ないですし、この胸に意識がしやすいっていうところで今回握ってます。で今回ダンベルでやったんですけど、プッシュアップバー、腕立て用のバーがこうやって、握る性能のものもあるので、これまでそんな高いもんじゃないと思うんで、腕立て姿勢をよくやるっていう方はこういうのあるといいかなと思います。
まあ、こんな感じで、まあ、スーパーセットで、まずダンベルフライで、ストレッチ性の刺激。で、ネガティブをゆっくり受ける。で、ここの動作が限界が来たところで、今度はプッシュアップ。やることでもう大胸筋をオールアウトさせると。あんまりダラダラとトレーニングしてもあまり効果はないと思っているので、ここで短時間 で、まあ、スーパーセットで2種目、これを3セット で休憩に関しては、まあ、90秒から2分ぐらいの間、まあ、次々とやっていくというのがいいかなと思います。ダンベルフライの重量、回数の設定に関しては、まあ、お持ちのダンベルの、まあ、重さっていうところを基準にしていただいて、回数を、まあ、変えて、まあ、とにかく限界までやるっていうところが一番重要です。まあ、10回以上の回数ができる重さの方が、まあ、安全面を考えると自宅ではいいのかなと思うので、まあ、特に20回とか25回とか増やしていっても全然問題ありません。で、私の場合は、今回20キロだって、次もうちょっと本番で30キロぐらいの重さを使って一度やってみたいと思います。はい、それじゃあ胸トレ本番セットということで、重量30キロに設定してダンベルフライ、そしてプッシュアップをやっていきたいと思います。この収納ボックスをベンチ側にするとスタートポジションに持っていくのは本当難しいですよね。本当にスタートポジションが難しくて、あんまりこれは参考になるか分かんないですけど、二頭筋で上げてます。まずダンベルを立てて、二頭筋の力でグーグー、よし、混ませていきます。これは結構好みが分かれるところなんですけど、私の場合はセットごとに重量は上げるか維持するかで、あまり落とさないようにしてます。もう落とすしかできないようであればそこでセット終了っていう風にしてます。なのでセット数も大体の種目で2セットから3セットっていうのが、これはもう宅トレだからじゃなくてジムでのトレーニングでもそうですね。で、まあインターバルはしっかりとって各セットの重さと回数、そこを意識してやっているので、あんまり重量下げてセットを重ねてっていうようなやり方はやってないです。これはね、本当好みとか個人差とか感覚に従ってやっていけばいいと思うんですけど、私の場合はそういう風にやってます。ああ、聞いたわ。これでね、今回もバッチリ筋肉痛が来そう。まあこんな感じでやっていっていただければと思います。現場からは以上です。はい、お疲れ様です。今回は胸トレ、まずはスーパーセットでダンベルフライを使って大胸筋に対してストレッチ性の刺激、さらにアイソレートにこう大胸筋を追い込んで、そこから限界を超えてさらにプッシュアップを連続して行うというスーパーセットを行いました。今回のポイントはやはりこのスーパーセットの部分で、2回連続で2種目連続でやることで、まあ、TUT 筋肉の筋中時間が長くなるっていうのが一つの、まあ、自分の限界を超えるポイントっていうところで、これを高重量でこう6発8発とかをスパーンってやるとまたちょっと違う刺激なので、まあ、これは他のタクトレでも応用できるテクニックなので、ぜひ取り入れてみてください。今回のスーパーセットに関しては他にも、まあ、ドロップセットだったりとかいろんな方法を組み合わせて、まあ、トレーニングの強度を高めていく、クオリティを上げていくっていうことができるので、まあ、今回は胸でしたけれども他にも肩、背中、足、腕、まあ、いろんな部位に対して、まあ、いろんな種目っていうのを今後このチャンネルを通してご紹介していきたいなと思ってます。今回の動画が参考になりましたら、ぜひいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。